6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、はい、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約10g入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済みです、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを 30g 100対30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合は色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで硬化した炭のやつね、固めたやつ、はい、でもっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手の境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、ですから多分これ積算で平米 200g っていう、書いたりなんかしてみてくださいよ、はい、ね、ちょっと待ってね、ものはとりあえずこれとこれか、はい、取材と硬化剤、こっちが取材、はい、ATB の、はい、6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約10g入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済み、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを 30g 100対30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合は色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで硬化した炭のやつね、固めたやつ、はい、でもっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手の境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよと、はい、いう感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、ですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの豆腐量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で塗り伸ばした時はいちごマラチだと平米結構発泡体のカネライトだとか
ブルーのあれはなんだっけ、脊椎のやつはブルーの脊柱のやつは普通のなんでしょう、あの発泡体、発泡スチロールとかさ、カネライト、あカネライトじゃなく、はい、カネライトはほらあの、うん、アイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつなんだっけ、断熱材のことですね、断熱材なんだっけな、あれそれはあの、うん、結構コンクリートなんかとか、はい、モルタなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね、だからあのカネライトなんかでも、はい、結構ヘビあたりの量食うんだよね、うん、200g だけど鉄なんかとかアルミとか金属の板なんかだと平米あたり 50g いかないぐらいなんだよね、下手すると絞るとお平米あたり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね、だから多分これあのそのぐらいの個数、あのビニール袋の普通売ってる、使い捨てゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、あ結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、はい、うん、ブルーのやつ、スタイロフォーム、あスタイロフォーム、うん、スタイロフォームなんかいう、うん、とカネ、カネライト、はいはい、うん、スタイロフォームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、はい、これだとコンマゴとかコンの1ミリとかいう厚みなのね、そのぐらいだとそうですね、うん、でじゃあこれで OK と、で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、着色済み、はい、で、こういう感じね、で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄で、うん、で固めてみてやってみて、これをそうです、ね、うん、あのいちごマラシとは違うけれどおこんな感じですよっていうんで、はい、切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで投げてみたりとかですね、うんうん、そうだね、はい、と特にいちごマラシとの比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670はいちごマラチとはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、で、この、の硬化物もある程度いちごマラチに近いような特性と、はい、いうパターンで、やってみましょうと、はい、いうところだよね、じゃあとりあえず一番薄手のものからハサミで、何分割にしてみて、切ってみると、とりあえずフィルム剥がしてみますね、うん、このまま、うん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がして剥がして、あすんなり剥がれる、あちょっとやっぱ奥の厚めのところが、あそういうこと、ね、結構パリっていきますね、はいはいはい、でいいよ、じゃあここから剥がしていきますけど、うん、こんな感じで、あっ OKOK、はい、あこれがそうね、もうはいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度あの線入れてくる、あこれベラベラだね、ベラベラ、まあそこまでがすごくベラベラです、ね、うん、じゃあ悪いけどこれビニール袋もう一度あの元通りには流せないけど、うん、まあ大体こんな感じです、かけてそれで切ってくれる、うん、そうじゃないとあのもう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって、紙どころかセロハンよりももっと薄い、うん、そうだね、ちぎれてなくなっちゃうからさ OK で、それであの袋かけたまんま、うん、それで5分割とか4分割とか、サンプルで配れる量を、5分割まではいけないかな。最初、半分に切って、
半分に切るやつをまた半分に切る、4分割。とりあえずちょっと待ってください、ね、うん、それで2分割ね、うん、半分にそれ切りました。これを お客さんのところに送る、はい、ね、でこれで4分の1ね、これで4分の1ですね、うん、うん、OK、はい、で2分の1、あともう一つで半分に切って、で1から4まで1分の4までこの辺、マーキングしてくれる。それで4分割したよね。で1分、4分の1、4分の2、4分の3ってマーキングしてくれる。とりあえず、うん、ここにじゃあ1で、ここに2、うん、でバー入れて、4、うん、でバー入れて、これバー入れて4分の4、4分の3、4分の2、4分の1って書いてくれる。うん、4、オッケー。そうすればこれで、4個分、はい、うん、で、2つ発送して、あ、3つ発送してやる。 1分の1を取っておいて、そうですね、うん、1分の2、1分の3、1分の4で、はい、1分の1はあの僕らの、ブレニーの、キープサンプル、はい、で1分の2から1分の3、4までが発送品、うん、はい、じゃあそれで入れた感じがこんな感じですね、うん、それでじゃあそれビニール袋に入れて保管しておいてください。はい、うん、でそれで1分の1ね、はい、一番薄いやつね、はい、OK、 じゃあそれ下に悪いけど置いといて、ね、後ほど発送しますってことで、うん、そうだね、はい、それで保管しといて OK と。で今ちょっと薄手のやつ、はい、それ悪いけど半分に切って、4分の1から4分の4まで、これはかなり、うん、厚手だよね、まあ、これが多分2回目に作ったやつなんで、うん、まあ、いい感じに、うん、あ、やっぱこのぐらいの、あ、やっぱあれだね、そうです、ハサミのやっぱかかりがやっぱ強いね、少しやっぱ厚みがあるんで、うん、やっぱ少しだけ、うん、まあ、いちご丸やつよりちょっと硬いからね、OK、ハサミで切れますと。でさ、エポキシってハサミで切れるんですかって驚いてるやつがいるんだよ。だからそれは、蘇生によってだよって言ってさ、とは普通はバリバリバリってそれかけるよって話でさ、あの太い方で書いてもらった方がマジック、その方が分かりやすい。4分の1とりあえず、とりあえずまず、うん、うん、番号だけ、これが少し厚手のやつね、うん、はい、やっぱり少し厚手になると、あの目視で色が分かるね、そうですね、うん、目視でかなり、うん、じゃあそれで少しそれさ手でぐにゃっと、まあ、あの180度あの半分に曲げてみてくれる、うん、どんな感じになるか、あの下に置いて焦点が合うからさ、下になるべく置いて、とりあえず今剥がしてる段階だ、うん、ぐにゃっと曲げて、どう、パキッと割れる、割れない、はい、じゃあ曲げてみます、うん、下に置いてくれる、真ん中、うん、焦点合う、このね、ここすごい薄い部分なんですけど、うん、薄い部分はやっぱ結構曲がってくれます、ね、うん、あ、ほんとだほんとだ、うんうん、OKOK、あ、もう180度曲がり、うん、あ、ほんとだ、まああったかいからね、あったかいのもありますね、うん、ここがすごい薄いっていうのは、ああ、ほんとだほんとだ、あそこのとこがね、ヒンジのなってるとこがね、そうですよ、ここが、うん、この厚い部分になると、うん、割れる可能性あるね、ちょっと危ない、うん、でもあれだね、かなり反発力があるね、ここの厚い層じゃ今曲げてみますけど、うん、うん、割れない、割れない、うん、OK、どこまで行くかやってみます、うん、か、あ、もうこれ、あ、ぐにゃっと曲がるね、かなりぐにゃっと、ああ曲がるね、ああ、うん、これだったら万能試験機かけても、ええ、うん、あ、大丈夫だね、うん、あ、曲がるね、結構厚くて、あの厚みが分かるもんな、それな、ええ、完全にな、あ、で、うん、あ、ですごいビョンって反発しない、あ、反発する、もういや、もうこのまま曲がったまま、そのままね、蘇生変形、ええ、しないっていう変形が
あそのまんまの形で残っちゃうって感じね。はい、うん、弾力でね。あ、うんうん、はい、あいいね、ええ、オッケーオッケー、うん、じゃあ袋入れて、うん、はい、それもだから送るやつで、はい、はい、お願いします。4分の1から、はい、4分の4までね。4分の2から4までが発送用ですね、はい、うん、4分の2からこちらで保管用で。そうだね、保管用、保管用で、うん、はい、1は保管用です。そうだね、はい、はい、OK と、 OK と。じゃあちょっと厚みのあるそのやつ、はい、うん、それをおどんな感じになるか、うん、ちょっと壊してみたいと、はい、うん、で、それポリエチのあれだからさ、ええ、中継物がさ、はい、うん、まあ、手だとやっぱりやっぱ曲げにくいって曲がらないですね。そうだね、うん、それは色つける前のやつ壊したことあるもんね。ありますね、うん、じゃあそれで、はい、プライヤーとかニッパーで、じゃあプライヤーからいってみましょう、うん、ちょっと今度悪いけど置いてくれる、うん、じゃあこんな感じで、ちょっと待って、見えにくい、うん、大丈夫ですか。ちょっと待って、あこの辺ちょっと待って、はい、スイッチオンになりました、はい、はい、じゃあそれで、うん、取ったやつね、はい、そうですね、うん、それは何個作ったん。これは、まあ、ここにあるのは3つなんですけど、うん、他に、あ、他にあるのね、はい、うんうんうん、で紙コップで固めたのもあるじゃん。ありますね、うん、あれはどんな感じ。あれ、うん、悪いけど、うん、あどう、それは常温で固めただけのやつ、紙コップであれ、固めてみただけのやつ。や、処理です。ああ、それは、はい、炉の中に入れたのね。うん。で、あ、これね。はいはいはい。うん。うん。で、これ、これで、これが固まったやつね。はい。はい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 。あ、やっぱ、あれだね。コップの中のも、結構きれいに固まってるね。コップの中の、そこの、うん、そうですね。うん。オッケーオッケー。固まってくれてます。うん。そうだね。オッケーオッケー。はい。じゃあ、それで、はい、他に、バッファーはあるわけね。あります、うん、じゃあ一つとりあえずプライヤーでどんな感じか見てみますか、はい、じゃあちょっと曲げでやってみましょう、はい、うん、じゃあこの辺つまんで曲げてみます、うんうん、あれこの前は黒じゃなくて赤い、色が普通のプライヤーだったけど違うの、ええ、うん、あ、やっぱ硬いんだ。硬いけど、ね、やっぱり、まあ、ちょっと日向に当たってしまって、うん、温まってるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、うん、結構よく曲がってくれますね、うん、で、ったパキッていかない、うん、うん、うん、ちょっとちょっと今手に隠れちゃってるからさ、はい、うん、じゃあ、はい、ああ、それね、はいはいはい、大丈夫ですか。ああ、大丈夫、うん、ちょっとなるべく下にガチッと置いてくれる、焦点が合うから。じゃあ今度置いて、うん、置いて曲げてみます。そうそうそう、じゃあこれで下に力加えて曲げてみます。おうおう、あらららら、あーすごい、うん、あ曲がるね、あーすごい、今あぐねっと曲がるね、曲がりますね、あ曲がるね、うん、まあやっぱあったかいからね、まああったかいのもあるんですけど、うん、かなりよく、あ下に置いてくれるか、あるけど、ちょっと挟んでるんですよ、うん、はい、じゃあちょっともう一回、うん、ここから下に力加えますよ、うん、あーいいね、こっちはちょっと熱いから、うん、硬いですね、うん、ちょっとこれで下に力を加えます、うん、はいはい、うんうん、割れる？割れない？ああ、いいね、パキっていかない、いかないですね、うん、もうグニャーって、うん、音もしないね、ええ、うん、あとはこの前言った通り、はい、一番端、端をつまいでさ、じゃあ、うん、今度は端つないで、そうそうそう、うん、ひねってみます。そうそうそう、一番端、カメラカメラ、うん、下に置いてくれる、うん、焦点合う、うん、じゃあこれで端を、うん、にひねり、うん、ひねり、うん、ひねり加えます。うん、端をつまんで、はい、破壊破損、うん、ああ本当だ、その歯型が残るね、残りますね、やっぱり、うん、こうやって挟むと歯型が残るんで、やっぱ、うん、ああやっぱり柔らかいんだね、うん、可動性はあるんだね、あります、ちょっとオッケーオッケー、うん、ひねると、うん、ああはいはいはい、残ってるのね、残ってます、ね、それがね、形がね、うん、ひねっていくと、うん、あ形が残ってるのね、うん、強くつまんでひねると、うん、こうやって破断は、うん、エポキシ層にやって挟んで曲げれば、はい、普通壊れるから、まあ、バキッと、うん、バキッとはいかないです、うん、粉々に壊れるから、普通の、まあ、エピビスネタイプだとかそういうのだけだと、うん、弾力があるんで、オッケーオッケー、うん、
パキッていかないで、ね、グニッて壊れます、ね、そうだね、ええ、うん、可能性あるね、うん、OK、かなり。じゃあ、あのニッパー、はい、うん、お同じものでいいよ。じゃあ同じもので、うん、じゃあニッパーで、はい、うん、大丈夫ですか。ゆっくりでいいよ。じゃあ、うん、ゆっくり挟んで、ゆっくりで挟んで力入れて、はい、じゃあこのまま、うん、歯型が、あ、ニッパーの切り込みがどうなるか、はい、うん、じゃあこのまま、うん、あ、かなり、うん、ぐ、あ、音しないもん。音しないですね、うん、普通のプラスチックはパキッと音するから、パキじゃなくて、うん、もう本当にグニャー歯が入る感じね、うん、グニャーって入って、うん、いいね、切れる感じですね、うん、うん、いいね、グニャーって入りますね、うん、これ、うん、ちょっと僕にも、はい、うん、見せて、これこれこの感じ、やってみた感触だと本当に、うん、もう本当にだんだん、あ、これグニャグニャに、グニャグニャに、うん、なってるね、はい、なりますね、うん、これでかなりグニャーっていくんですよ、うん、これで、はい、これで、はこれでちょっと多めに切り込み入れ、はい、どうぞ、切り込みのとこ掴んでみる、あ、本当だ、バキッという感じじゃなくて、そう、本当にバキじゃないんですよね、うん、歯が入るね、こうやってね、入っていく感じで、あ、これで壊れるね、これで壊れます、うんうんうん、これで入るわね、これでね、入ってきますね、うん、あ、入ってる入ってる、かなり、うん、あ、これでね、壊れるね、かなり弾力あります、うん、あるね、ええ、だってこの歯入れたとこがさ、はい、あの切れ込みがあるもん、ほら、もうそのまんまそうです ね、このところ、はい、これ、指でさ、ええ、こうなると、指にさ突き刺さる感じするよね、うん、します、うん、いいね、硬くても、はい、弾力があって、はい、フレキシビリティの柔らかさが、はい、可動性を多少キープしてるとね、そうですね、うん、これさ、今壊したもの、はい、実物、はい、送ってやるよ、ね、これ ね、 これ何個かあるからさ、はい、うん、じゃあこれで OK と、あ、これが壊れたやつ ね、 そうですね、じゃあこれをさ、今のテスト見本でそのまま送ってやると、はい、ね、ちょっと待ってね、これで今のところは画像撮れて OK と、はい、うん、一応ハサミでも切ってみます、うん、ハサミで、でもハサミがダメになっちゃうんじゃない、いや、ダメには、でも、あ、でもハサミも入りますよ、これ、あ、そう、あ、本当だ本当だ、奥の方だと、うん、あ、カメラ大丈夫ですよ、うん、かなり、あ、ちょっと待って、焦点が合ってない、合ってない、はい、あ、オッケーオッケー、はい、うん、じゃあこの辺で、うん、その辺、うん、切り込み入れますけど、うんうんうん、かなり、あ、いいね、ってくれます、ね、うんうん、やっぱでもニッパーよりは軽くないんですけど、うん、かなり力入れるだけ入ってくれます、うんうん、やっぱ抵抗力ある感じ、ええ、うん、じゃあ、あの2つもう1個さ、あのニッパー の、 あの破壊、はい、でそうすれば2つ破損したやつがさ、うん、はい、あの送れるからさ、じゃあこっちの方で、うん、うん、じゃあ、はい、カメラやってみて、うん、ちょうど OK だね、じゃあその辺で、じゃあ先端で入れると、うん、一度入れてみて、こんな感じ、切れ込みができると、で、うん、奥、今度奥まって入れて、うん、あ、奥まって入れると割れます、ね、そうね、ええ、うん、これだと1508よりもう少し硬いからさ、そうですね、実際の1508よりは、うん、いいね、 OKOK、うん、ハサミでも先端で、うん、あ、でもやっぱハサミだと先端だと切れないですね、うん、あ、なるほどね、硬いんで歯がね入んないよね、ニッパーとはちょっと違うもんね、奥まってやると、うん、怪我しないでね、かなり、うん、入ってはくれる、そうだね、 OK、 じゃあそれで終了、はい、はい、ね、はい、じゃあ悪いけど形して、はい、サンプル送るやつと、うん、含めて、はい、うん、ちょっと取っといてください、はい、あ、 OK と、6670、うん、取材で、こちらが、あ、ナチュラルだから色ついてない、色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100:30のこれ約 10g 入りね、約 10g 入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済み、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを 30g100:30 だから言うと、ものは
こういうふうに、薄く流さない場合は、まあ、色が透けて見えないけれど、固めたやつは、これがちょっと厚手。はい、うん。で、こちらの方に薄手のものが2種類。はい、薄手の感じ、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで、はい、硬化した炭のやつね、固めたやつ、はい、でもっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらいで、こちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、ですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの豆腐量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で、塗り伸ばした時は1508だと平米結構発泡体のカネライトだとか、ブルーのあれは何だっけ、積水のやつはブルーの積中のやつは普通の何でしょう、発泡体、発泡スチロールとかさ、カネライト、あ、カネライトじゃなく、カネライトはほら、アイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつ、断熱材のことですね。断熱材。なんだっけな、あれ。それは、うん、結構、コンクリートなんかとか、モルタなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね。だから、カネライトなんかでも、結構、平米あたりの量食うんだよね。うん、200グラム。だけど、鉄なんかとか、アルミとか金属の板、なんかだと平米あたり 50g いかないぐらいなんだよね。下手すると絞ると平米あたり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね。だから多分これそのぐらいの個数、ビニール袋の普通売ってる使い捨てゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、はい、ブルーのやつ、スタイロフォーム、あ、スタイロフォーム、うん、スタイロフォームなんかいう、うん、とカネライト、はいはい、うん、スタイロフォームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、はい、これだとコンマ5とかコンの1ミリとかいう厚みなのね、そのぐらいだとそうですね、うん、でじゃあこれで OK と、で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、着色済み、はい、で、こういう感じね、で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄手、はい、うん、で固めてみてやってみて、これをそうです、ね、うん、1508とは違うけれどこんな感じですよっていうんで、はい、切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで曲げてみたりとかですね、うん、そうだね、はい、と特に1508との比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670は1508とはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、この
の効果物もある程度1508に近いような特性というパターンで、はい、やってみましょうと、はい、いうところだよね。じゃあとりあえず一番薄手のものからハサミで、何分割にしてみて、切ってみると。とりあえずフィルム剥がしてみますね、うん、このまま、うん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がしてすんなり剥がれる。ああちょっとやっぱ奥の厚めのところが、ああそういうことね、パリッていきますね。はいはいはい、いいよ。じゃあここから剥がしていきますけど、うん、こんな感じで、あオッケーオッケー、はい、あこれがそうね、もうはいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度線入れてくる。あこれベラベラだね。ベラベラ、まあそこまでがちょっとベラベラです、ね、うん、じゃあ悪いけどこれビニール袋もう一度元通りには流せないけど、うん、まあ大体こんな感じです。かけてそれで切ってくれる。うん、そうじゃないともう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって、紙どころかセロハンよりももっと薄い、うん、そうだね、ちぎれてなくなっちゃうからさ OK で、それで袋かけたまんま6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100:30のこれ約10グラム入りね、約10グラム入りね天眼の容器で、はい、約10グラム入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね。着色済み、うん、これはATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを30g 100:30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合はまあ色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚手、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで硬化した炭のやつね、はい、固めたやつで、もっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、でですから多分これ積算で平米 200g っていう、買いたりなんかしてみてくださいよ、はい、ね、ちょっと待ってね、ものはとりあえずこれとこれか、はい、取材と硬化剤、こっちが取材、はい、ATB の、はい、6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、はい、うん、やつね、はい、でこれが取材、100:30のこれ約10グラム入りね、約10グラム入りね天眼の容器で、はい、約10グラム入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済み、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを30g 100:30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合はまあ色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚手、はい、うん、
で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで、硬化した炭のやつね、固めたやつで、もっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつですね、伸ばしたやつね、ビニール袋で伸ばしたやつで、これがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で、厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、でですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの豆腐量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で、塗り伸ばした時は1508だと平米結構発泡体のカネライトだとか、ブルーのあれはなんだっけ、積水のやつはブルーの積中のやつは普通のなんでしょう、発泡体、発泡スチロールとかさ、カネライト、あ、カネライトじゃなくカネライトはほら、アイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつ、断熱材のことですね、断熱材なんだっけな、あれそれは結構コンクリートなんかとかモルタなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね、だからカネライトなんかでも、はい、結構平米あたりの量食うんだよね、うん、200g だけど鉄なんかとかアルミとか金属の板なんかだと平米あたり 50g いかないぐらいなんだよね、下手すると絞ると平米あたり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね、だから多分これそのぐらいの個数、ビニール袋の普通売ってる使い捨てじゃないゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、スタイロフォーム、あ、スタイロフォーム、うん、スタイロフォームなんかいう、うん、とカネ、カネライト、はいはい、うん、スタイルホームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、はい、これだとコンマ5とかコンの1ミリとかいう厚みなのね、そのぐらいだとそうですね、うん、でじゃあこれで OK と、で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、はい、でこういう感じね、で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄手、うん、で固めてみてやってみて、これをそうです、ね、うん、いちごマラシとは違うけれどこんな感じですよっていうんで、はい、切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで曲げてみたりとかですね、うんうん、そうだね、はい、と特にいちごマラシとの比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670はいちごマラチとはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、で、この硬化物もある程度いちごマラチに近いような特性っていうパターンで、はい、やってみましょうと、はい、いうところだよね。じゃあとりあえず一番薄手のものから
ハサミで、何分割にしてみて、切ってみると。とりあえずフィルム剥がしてみますね、うんうん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がして剥がして、すんなり剥がれる。ああ、ちょっとやっぱ奥の厚めのところが、あ、そういうことね、結構パリッといきますね。はいはいはい、いいよ。じゃあここから剥がしていきますけど、うん、こんな感じで、あ、オッケーオッケー、はい、あ、これがそうね、はいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度線入れてくる。あ、これベラベラだね。ベラベラ、まあそこまでがすごくベラベラです、ね、うん。じゃあ悪いけど、これビニール袋もう一度元通りには流せないけど、うん。まあ大体こんな感じです。かけてそれで切ってくれる。うん。そうじゃないと、もう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって。紙どころかセロハンよりももっと薄い。うん、そうだね。ちぎれてなくなっちゃうからさ。OK。で、それで、袋かけたまんま、うん、それで、5分割とか4分割とか、サンプルで配れる量を、5分割まではいけないかな。最初、半分に切って、半分に切るやつをまた半分に切る。4分割。とりあえずちょっと待ってくださいね。うん、それで2分割ね。うん、半分にそれ切りました。これを お客さんのところに送る、はい、ね、でこれで4分の1ね、これで4分の1ですね、うんうんうん、OK、はい、で2分の1、あともう一つで半分に切って、で1から4まで1分の4までこの辺、マーキングしてくれる。それで4分割したよね。で1分、4分の1、4分の2、4分の3ってマーキングしてくれる。とりあえず、うん、ここにじゃあ1でここに2、うん、でバー入れて、4、うん、でバー入れて、これバー入れて4分の4、4分の3、4分の2、4分の1って書いてくれる。うん、4、オッケー。そうすればこれで、4個分、はい、うん、で、2つ発送して、あ、3つ発送してやる。 1分の1を取っておいて、そうですね、うん、1分の2、1分の3、1分の4で、1分の1は僕らの、ブレニーの、キープサンプル、はい、で、1分の2から1分の3、4までが発送品、うん、はい、じゃあそれで切れた感じがこんな感じですね、うん、それでじゃあそれビニール袋に入れて保管しておいてください、はい、うん、でそれで1分の1ね、はい、一番薄いやつね、はい、OK、 じゃあではそれ下に悪いけど置いといて、ね、後ほど発送しますってことで、うん、そうだね、はい、それで保管しておいて OK と。で今ちょっと薄手のやつ、はい、それ悪いけど半分に切って、4分の1から4分の4まで、これはかなり、うん、厚手だよね。これが多分2回目に作ったやつなんで、うん、まあ、いい感じに、うん、あ、やっぱこのぐらいの、あ、やっぱあれだね、そうです、ハサミのやっぱかかりがやっぱ強いね、少しやっぱ厚みがあるんで、うん、やっぱ少しだけ、うん、まあ、いちご丸やつよりちょっと硬いからね、うん、OK、ハサミで切れますと。でさ、エポキシってハサミで切れるんですかって驚いてるやつがいるんだよ。だからそれは、蘇生によってだよって言ってさ、蘇生普通はバリバリバリってそれかけるよって話でさ、太い方で書いてもらった方がマジック、その方が分かりやすい。4分の1とりあえず、とりあえずまず、うん、うん、番号だ、これが少し厚手のやつね、うん、はい、やっぱり少し厚手になると目視で色が分かるね。そうですね、うん、目視でかなり、うん、じゃあそれで
少しそれさ手でぐにゃっと、ね、あの180度あの半分に曲げてみてくれる、うん、どんな感じになるか、あの下に置いて焦点が合うからさ下になるべく置いて、とりあえず今剥がしてる段階だ、うん、ぐにゃっと曲げて、はい、どうパキッと割れる割れない、はい、じゃあ曲げてみます、うん、下に置いてくれる真ん中、うん、焦点合うか、ね、ここすごい薄い部分なんですけど、うん、薄い部分はやっぱ結構、うん、曲がってくれます、ね、あ本当だ本当だ、うんうん、オッケーオッケー、あもう180度曲がります、あ本当だ、まあ暖かいからね、暖かいのもありますね、うん、ここがすごい薄いっていうの、ああ本当だ本当だ、あそこのとこがねヒンジのなってるところがね、そうですよここが、うん、この厚い部分になると、うん、割れる可能性あるね、ちょっと危ない、うん、でもあれだねかなり、反発力があるね、ここの厚い層じゃ今曲げてみますけど、うんうん、割れない割れない、うん、オッケー、どこまで行くかやってみます、うん、あもうこれああぐにゃっと曲がるね、かなりぐにゃっと、ああ曲がるね、ああこれだったら万能試験機かけても、ええ、ああ大丈夫だね、うん、ああ曲がるね、結構厚くてあの厚みが分かるもんなそれな、ええ、完全にな、あで、うん、あですごいビョンって反発しない、ああ反発する、もういやもうこのまま曲がったまんま、ああそのままね組成変形、しないっていう変形がそのまんまの形で残っちゃうって感じね、はい、うん、反力でね、うんうん、あいいね、ええ、オッケーオッケー、うん、じゃあ袋入れて、うん、はい、それもだから送るやつで、はい、はい、お願いします、4分の1から、はい、4分の4までね、4分の2から4までが発送用ですね、はい、うん、4分の2からこちらで保管用で、そうだね保管用、保管用で、うん、1は保管用です、はい、そうだね、はい、はい、オッケーと、オッケーと、じゃあちょっと厚みのあるそのやつ、はい、うん、それをどんな感じになるか、うん、ちょっと壊してみたいと、はい、うん、で、それポリエチのあれだからさ、ええ、中継物がさ、はい、うん、まあ、手だとやっぱりやっぱ曲げにくいって、曲がらないですね、そうだね、うん、ここだけ、それは色つける前のやつ壊したことあるもんね、ありますね、うん、じゃあそれで、はい、プライヤーとかニッパーで、じゃあプライヤーからいってみましょう、うん、ちょっとここのとこ悪いけど置いてくれる、うん、こんな感じで、ちょっと待って見えにくい、うん、大丈夫ですか、ちょっと待って、あこの辺ちょっと待って、はい、スイッチオンになりました、はい、はい、じゃあそれで、はい、うん、取ったやつね、はい、そうですね、うん、それは何個作ったん、これは、まあ、ここにあるのは3つなんですけど、うん、他に、あ他にあるのね、うんうんうん、で紙コップで固めたのもあるじゃん、ありますね、うん、あれはどんな感じ、あれ、うん、悪いけど、うん、あどう、それは常温で固めただけのやつ、紙コップであれ固めてみただけのやつ、ここ処理です、ああそれは炉の中に入れたのね、うん、であこれね、はいはいはい、うんうん、でこれでこれが固まったやつね、はい、はい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 、あやっぱあれだね、コップの中のも結構きれいに固まってるね、コップの中のそこのも、うん、そうですね、うん、オッケーオッケー、固まってくれてます、うん、そうだね、オッケーオッケー、はい、じゃあそれで、はい、他にバッファーはあるわけね、あります、うん、じゃあ一つ、はい、とりあえずプライヤーでどんな感じか見てみますか、はい、じゃあちょっと曲げでやってみましょう、はい、じゃあこの辺つまんで曲げてみます、うんうん、あれこの前は黒じゃなくて赤い色が普通のプライヤーだったけど違うの、ええ、うん、あやっぱ硬いんだ、硬いけど、そうだ、ね、やっぱり、まあ、ちょっと、うん、日向に当たってしまって、うん、温まってるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、うん、結構よく曲がってくれますね、うん、でったパキッていかない、うんうんうん、ちょっと今手に隠れちゃってるからさ、はい、うん、じゃあ、はい、ああそれね、はいはいはい、大丈夫ですか、うん、大丈夫、うん、ちょっとなるべく下にガチッと置いてくれる、焦点が合うから、じゃあ今度置いて、うん、置いて曲げてみます。そうそうそう、じゃあこれで下に力加えて曲げてみます。うんうん、あららららら、あすごい、うん、あ曲がるね。あすごい、あぐにゃっと曲がるね。曲がりますね。あ曲がるね。うん、
まあやっぱ暖かいからね。まあ暖かいのもあるんですけど、うん、かなりよく。あ、下に置いてくれるあるけど。ちょっと、うん、挟んでるんですよ、うん。はい、じゃあちょっともう一回、うん、ここから下に力加えますよ。うん、あ、いいね。こっちはちょっと暑いから、うん、硬いですね、うん。ちょっとこれで下に力加えます。うん、はいはい、うんうん、割れる？割れない？ああ、いいね。パキっていかない、いかないですね。うん、もうグニャーって、うん。音もしないね。ええ、うん。あとはこの前言った通り、はい、一番端、端をつまいでさ、じゃあ、うん、今度は端つないで、うん、あのひねってみます。そうそうそう、一番端。カメラ、カメラ。うん、下に置いてくれる？うん。焦点合う。じゃあこれで端を、うん、にひねり、うん、ひねり、うん、ひねり加えます。うん、端をつまんで、はい、あの破壊、破損。うん、ああ本当だ、その歯型が残るね。残りますね、やっぱり、うん、こうやって挟むと歯型が残るんで、やっぱ、うん、ああやっぱ柔らかいんだね、うん、可動性はあるんだね。あります。ちょっとオッケーオッケー、うん、ひねると、うん、ああはいはいはい、残ってるのね。残ってます、ね、それがね、形がね、うん、ひねっていくと、うん、あ、やっぱ形が残ってるのね。強くつまんでひねると、うん、こうやって破断は、うん、エポキシソにやって挟んで曲げれば、普通壊れるから、はい、バキッと、まあ、うん、パキッとはいかないです、うん、粉々に壊れるから、普通の、まあ、エピフェスネタイプだとかそういうのでだけだと、うん、弾力があるんで、オッケーオッケー、うん、パキッていかないで、ね、グニって壊れます、ね、そうだね、うん、可動性あるね、うん、オッケー、かなり。じゃあ、あのニッパー、はい、うん、お、同じものでいいよ。じゃあ同じもので、うん、じゃあニッパーで、うん、大丈夫、あ、ゆっくりでいいよ。じゃあ、うん、ゆっくり挟んで、ゆっくりで挟んで力入れて、はい、じゃあこのまま、うん、歯型が、あ、ニッパーの切り込みがどうなるか、はい、うん、じゃあこのまま、うん、あ、かなり、うん、ぐ、あ、音しないもん。音しないですね、うん、普通のプラスチックはパキッと音するから、ね、パキじゃなくて、うん、もう本当にグニャー歯が入る感じね、うん、グニャーって入って、うん、いいね、まあ、切れる感じですね、うん、うん、いいね、グニャーって入りますよ、うん、これ、うん、ちょっと僕にも、はい、うん、見せて、これ、これ、この感じ？やってみた感触だと本当に、うん、もう本当にだんだん、あ、これグニャグニャに、グニャグニャに、うん、はい、なってるね。なります、ね、うん。これでかなりグニャーっていくんですよ。うん、これで、はい、これで、は、これでちょっと多めに切り込み入れ、はい、どうぞ。切り込みのとこ掴んでみる。あ、本当だ、バキッという感じじゃなくて、本当にバキじゃないんですよね。うん、歯が入るね、こうやってね、入っていく感じで、あ、これで壊れるね、これで壊れます、うんうんうん、これで入るわね、これでね、入ってきますね、うん、あ、入ってる入ってる、かなり、うん、あ、これでね、壊れるね、かなり弾力あります、ね、うん、あるね、ええ、だってこの歯入れたとこがさ、はい、あの切れ込みがあるもん、ほら、もうそのまんまそうです ね、このところ、はい、これ、指でさ、ええ、こうなると、お、指にさ突き刺さる感じするよね、うん、します、うん、いいね、硬くても、はい、お、弾力があって、あ、はい、フレキシビリティの柔らかさが、はい、可動性を多少キープしてるとね。そうですね、うん、これさ、今壊したもの、はい、実物、はい、送ってやろうよ、ね、これ ね、 これ何個かあるからさ、はい、うん、じゃあこれで OK と、あ、これが壊れたやつ ね、 そうですね。じゃあこれをさ、今のテスト見本でそのまま送ってやると、はい、ね、ちょっと待ってね、これで今のところは画像撮れて OK と、はい、一応ハサミでも切ってみます、ね、うん、ハサミで、でもハサミがダメになっちゃうんじゃない？いや、ダメには、でも、あ、でもハサミも入りますよ、これ。あ、そう、あ、本当だ本当だ、奥の方だと、うん、か、あ、カメラ大丈夫です、うん、お、かなり入って、ちょっと待って、焦点が合ってない、合ってない、はい、あ、オッケーオッケー、はい、うん、じゃあこの辺で、うん、その辺、うん、切り込み入れますけど、うんうんうん、かなり、あ、いいね、ってくれます、ね、うんうん、やっぱでもニッパーよりは軽くないんですけど、うん、かなり力入れるだけ入ってくれます、うんうん、やっぱ抵抗力ある感じ、ええ、うん、じゃあ、あの2つ、もう1個さ、あのニッパー の、 あの破壊、はい、でそうすれば2つ破損したやつがさ、うん、はい、あの送れるからさ、じゃあこっちの方で、うん、うん、じゃあ、はい、カメラやってみ て、ね、うん、ちょうど OK だね、じゃあその辺で、じゃあ 先端で入れると、うん、一度入れてみて、こんな感じ、切れ込みができると、で、うん、奥、今度奥まって、うん、入れて、あ、奥まって入れると割れます、そうだね、ええ、うん、これだとイチゴ丸八よりもう少し硬いからさ、そうですね、実際のイチゴ丸八よりは、ええ、うん、
いいね。オッケーオッケー。うん。ハサミでも先端で、うん、あでもやっぱハサミだと先端だと切れないですね。うん、あなるほどね。硬いんで。刃がね入んないよね。ニッパーとはちょっと違うもんね。奥まってやると、うん、怪我しないでね。かなり、うん、入ってはくれる。そうだね。オッケー。じゃあそれで終了。はい。はい、ね、はい。じゃあ悪いけど。形してサンプル送るやつと、はい、うん、含めて、はい、うん、ちょっと取っといてください。はい、OK と6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約 10g 入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済み、うん、これはATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれをの 30g 100対30だから言うと、ものはこういう風に薄く流さない場合はまあ色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670、薄手の感じで、硬化した炭のやつね、固めたやつ。で、もっと薄めのやつっていうのは、この下か、これか。これがもっと薄めのやつ。もっと薄めに伸ばしたやつ、ね。伸ばしたやつね。ビニール袋で伸ばしたやつ。はい、で、これが、ここの薄手の、まあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらいで、こちらの方が少し厚め、でですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの豆腐量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で、塗り伸ばした時はいちご丸八だと平米結構発泡体のカネライトだとか、ブルーのあれはなんだっけ、積水のやつは石柱のやつは普通の発泡体、発泡スチロールとかさ、カネライト、あカネライトじゃなくカネライトはほら、アイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつ、なんだっけ、断熱材のことですね、断熱材なんだっけな、あれそれは結構コンクリートなんかとか、はい、モルタなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね。だからカネライトなんかでも、はい、結構ヘビ当たりの量食うんだよね、うん、200g だけど、鉄なんかとかアルミとか金属の板なんかだとヘビ当たり 50g いかないぐらいなんだよね。下手すると絞るとヘビ当たり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね。だから多分これそのぐらいの個数、ビニール袋の普通売ってる使い捨てゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、はい、うん、ブルーのやつ、スタイロフォーム、あスタイロフォーム、うん、スタイロフォームなんかいう、うん、と
カネ、カネライト、はいはい、うん、スタイルフォームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、はい、これだとコンマ5とかコンの1ミリとかいう厚みなのね、そのぐらいだと。そうですね、うん、でじゃあこれで OK と。で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、はい、で、こういう感じね。で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄で、うん、で固めてみてやってみて、これをそうです、ね、うん、あのいちごマラシとは違うけれどこんな感じですよっていうんで、はい、切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで投げてみたりとかですね、うんうん、そうだね、はい、と特にいちごマラシとの比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670はいちごマラチとはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、で、この、の硬化物もある程度いちごマラチに近いような特性と、はい、いうパターンで、やってみましょうと、はい、いうところだよね。じゃあとりあえず一番薄手のものからハサミで、何分割にしてみて、切ってみると。とりあえずフィルム剥がしてみますね、うん、このまま、うん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がしてすんなり剥がれる。ああちょっとやっぱ奥の厚めのところが、あ、そういうこと、ね、結構パリっていきますね。はいはいはい、いいよ。じゃあここから剥がしていきますけど、うん、こんな感じで、あ、オッケーオッケー、はい、あ、これがそうね、もうはいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度線入れてくる。あ、これベラベラだね。ベラベラ、まあそこまでがすごくベラベラです、ね、うん、じゃあ悪いけどこれビニール袋もう一度元通りには流せないけど、うん、まあ大体こんな感じでかけてそれで切ってくれる、うん、そうじゃないともう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって、紙どころかセロハンよりももっと薄い、うん、そうだね、ちぎれてなくなっちゃうからさ OK で、それで袋かけたまんま6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、はい、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約 10g 入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね。着色済みです、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを 30g 100対30だから言うと、ものはこういう風に薄く流さない場合はまあ色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670、薄手の感じで硬化した炭のやつね、はい、固めたやつで、もっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。
これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、でですから多分これあの積算で平米 200g っていう、買いたりなんかしてみてくださいよ、はい、ね、ちょっと待ってね、物はとりあえずこれとこれか、はい、取材と硬化剤、こっちが取材、はい、ATB の、はい、6670、うん、取材で、こちらがナチュラルだから色ついてない、色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約10g入りね、点眼の容器で、はい、約10g入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済み、うん、これはATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを30g 100対30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合はまあ、色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670、薄手の感じで硬化した炭のやつね、固めたやつ、はい、でもっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、でですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの豆腐量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で塗り伸ばした時は1508だと平米結構発泡体のカネライトだとか、ブルーのあれはなんだっけ、積水のやつはブルーの積中のやつは普通の何でしょう、発泡体、発泡スチロールとかさ、カネライト、あ、カネライトじゃなくカネライトはほらアイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつ、断熱材のことですね、断熱材なんだっけな、あれそれは結構コンクリートなんかとか、はい、モルタルなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね、だからカネライトなんかでも、はい、結構平米あたりの量食うんだよね、うん、200g だけど鉄なんかとかアルミとか金属の板なんかだと平米あたり 50g いかないぐらいなんだよね、下手すると絞ると平米あたり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね、だから多分これそのぐらいの個数、ビニール袋の普通売ってる使い捨てじゃないゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、はい、うん、ブルーのやつスタイルフォーム、あ、スタイルフォーム、うん、スタイルフォームなんかいう、うん、とカネライト、はいはい、うん、スタイルフォームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、
これだとコンマ5とかコンの1ミリとかいう厚みなのね。そのぐらいだとそうですね、うん、でじゃあこれで OK と。で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、着色済み、はい、で、こういう感じね。で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄手、うん、で固めてみてやってみて、これをうん、あのいちごマラシとは違うけれどこんな感じですよっていうんで、はい、切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで投げてみたりとかですね、うんうん、そうだね、はい、と特にいちごマラハチとの比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670はいちごマラハチとはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、で、このの硬化物もある程度いちごマラハチに近いような特性、はい、っていうパターンで、やってみましょうと、はい、いうところだよね。じゃあとりあえず一番薄手のものからハサミで、何分割にしてみて、切ってみると。とりあえずフィルム剥がしてみますね、うん、このまま、うん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がしてすんなり剥がれる。あちょっとやっぱ奥の厚めのところが、ね、結構パリっていきますね。はいはいはい、いいよ。じゃあここから話していきますけど、うん、こんな感じで、あ、オッケーオッケー、はい、あ、これがそうね、もうはいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度線入れてくる。あ、これベラベラだね。ベラベラ、まあそこまでがちょっとベラベラです、ね、うん、じゃあ悪いけどこれビニール袋もう一度元通りには流せないけど、うん、まあ大体こんな感じでかけてそれで切ってくれる、うん、そうじゃないともう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって、紙どころかセロハンよりももっと薄い、うん、そうだね、ちぎれてなくなっちゃうからさ OK で、それで袋かけたまんま、うん、それで5分割とか4分割とかサンプルで配れる量を5分割まではいけないかな、最初半分に切って半分に切るやつをまた半分に切る4分割、とりあえずちょっと待ってください、うん、それで2分割ね、うん、半分にそれ切りました。これをお客さんのところに送る、はい、ね、でこれで4分の1ね、これで4分の1ですね、うん、うん、OK、はい、で2分の1、あともう一つで半分に切って、はい、で1から4まで1分の4までこの辺、マーキングしてくれる。それで4分割したよね。で1分4分の1 4分の2 4分の3ってマーキングしてくれる。とりあえず、うん、ここにじゃあ1でここに2、うん、でバー入れて4ってこと、4、うん、でバー入れてこれバー入れて4分の4 4分の3 4分の2 4分の1って書いてくる、うん、4、うん、 OK。 そうすればこれで4個分、はい、うん、で、2つ発送して、あ、3つ発送してやる。 1分の1を取っておいて、そうですね、うん、1分の2、1分の3、1分の4で、はい、1分の1は僕らの、ブレニーの、キープサンプル、はい、で1分の2から1分の3、4までが発送品、うん、はい、
いや、それで切れた感じがこんな感じですね。うん、それでじゃあそれビニール袋に入れて保管しておいてください。はい、うん、でそれで1分の1ね、はい、一番薄いやつね、はい、OK。 じゃあではそれ下に悪いけど置いといて、ね、後ほど発送しますってことで、うん、そうだね、はい、それで保管しといて OK と。うん、で今ちょっと薄手のやつ、はい、それ悪いけど半分に切って、4分の1から4分の4まで、これはかなり、うん、厚手だよね。これが多分2回目に作ったやつなんで、うん、まあ、いい感じに、うん、あ、やっぱこのぐらいの、あ、やっぱあれだね、そうです、ハサミのやっぱかかりがやっぱ強いね、少しやっぱ厚みがあるんで、うん、やっぱ少しだけ、うん、ちょっとまあいちごもあるやつよりちょっと硬いからね、うん、OK、ハサミで切れますと。でさ、エポキシってハサミで切れるんですかって驚いてるやつがいるんだよ。だからそれは、あの蘇生によってだよって言ってさ、普通はバリバリバリってそれかけるよって話でさ、あの太い方で書いてもらった方がマジック、その方が分かりやすい。4分の1とりあえず、うん、とりあえずまず、うん、番号だ、これが少し厚手のやつね、うん、はい、やっぱり少し厚手になると、あの目視で色が分かるね。そうですね、うん、目視でかなり、うん、じゃあそれで少しそれさ手でぐにゃっと、あの180度あの半分に曲げてみてくれる。そう、どんな感じになるか、あの下に置いて焦点が合うからさ、下になるべく置いて、とりあえず今剥がしてる段階だ、うん、ぐにゃっと曲げて、どう、パキッと割れる、割れない、はい、じゃあ曲げてみます。下に置いてくれる、真ん中、うん、焦点合う、このね、ここすごい薄い部分なんですけど、うん、薄い部分はやっぱ結構曲がってくれます。あ、本当だ本当だ、うんうん、オッケーオッケー、あ、もう180度曲がります。本当だ、まああったかいからね、あったかいのもありますね、うん、ここがすごい薄いっていうの、ああ本当だ本当だ、あそこのとこがね、ヒンジのなってるとこがね、そうですよ、ここが、うん、この厚い部分になると、うん、割れる可能性あるね、ちょっと危ない、うん、でもあれだね、かなり、反発力はあるね、ここの厚い層じゃ今曲げてみますけど、うんうん、割れない、割れない、うん、オッケー、どこまで行くかやってみます、うん、か、あ、もうこれ、あ、あ、ぐにゃっと曲がるね、かなりぐにゃっと、あ、曲がるね、あ、うん、これだったら万能試験機かけても、ええ、あ、大丈夫だね、うん、あ、曲がるね、結構厚くて、あの厚みが分かるもんな、それな、ええ、完全にな、あ、で、うん、あ、ですごいビョンって反発しない、あ、反発する、もういや、もうこのまま曲がったまま、そのままね、蘇生変形、しないっていう、変形が、あ、そのまんまの形で残っちゃうって感じね、はい、うん、弾力でね、あ、うんうん、あ、いいね、OKOK、ええ、うん、じゃあ袋入れて、うん、はい、それもだから送るやつで、はい、はい、お願いします。4分の1から、4分の4までね、4分の2から4までが発送用ですね、はい、うん、4分の2から、こちらで保管用で、そうだね、保管用、保管用で、うん、1は保管用です、そうだね、はい、はい、OK と、 OK と、じゃあちょっと厚みのあるそのやつ、はい、うん、それをどんな感じになるか、うん、ちょっと壊してみたいと、はい、うん、で、それポリエチのあれだからさ、ええ、中継物がさ、はい、うん、まあ、手だとやっぱりやっぱ曲げにくいって、ね、曲がらないですね、うん、それは色つける前のやつ壊したことあるもんね、ありますね、うん、じゃあそれで、はい、プライヤーとかニッパーで、じゃあプライヤーからいってみましょう、うん、ちょっとここのとこ悪いけど置いてくれる、うん、じゃあこんな感じで、ちょっと待って、見えにくい、うん、大丈夫ですか、ちょっと待って、あ、この辺ちょっと待って、はい、スイッチオンになりました、はい、はい、じゃあそれで、うん、取ったやつね、はい、そうですね、うん、それは何個作ったん、これは、まあ、ここにあるのは3つなんですけど、うん、他に、あ、他にあるのね、るうんうんうん、で、紙コップで固めたのもあるじゃん、ありますね、うん、あれはどんな感じ、あれ、うん、悪いけど、うん、
あ、どう、それは常温で固めただけのやつ、紙コップであれ、あの固めてみただけのやつ。や、ああ、それは炉の中に入れたのね、はい、うん、で、あ、これね、はいはいはい、うんうん、で、これ、これで、これが固まったやつね、はい、はい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 、あ、やっぱあれだね、コップの中のも結構きれいに固まってるね、コップの中の、そこの、うん、そうですね、うん、オッケーオッケー、固まってくれてます、うん、そうだね、オッケーオッケー、はい、じゃあそれで、はい、他にのバッファーはあるわけね、あります、うん、じゃあ一つ、はい、とりあえずプライヤーでどんな感じか見てみますか、はい、じゃあちょっと曲げでやってみましょう、はい、じゃあこの辺つまんで曲げてみます、うんうん、あれこの前は黒じゃなくて赤い、あの色が、あの普通のプライヤーだったけど違うの、ええ、うん、あ、やっぱ硬いんだ、硬いけど、そうだね、やっぱり、まあ、ちょっとあの、うん、日向に当たってしまって、うん、温まってるっていうのはあるんですけど、うん、まあ、うん、結構よく曲がってくれますね、うん、で、パキッていかない、うん、うん、うん、ちょっと今手に隠れちゃってるからさ、はい、うん、じゃあ、はい、ああ、それね、はいはいはい、大丈夫ですか、うん、大丈夫、うん、ちょっとなるべく下にガチッと置いてくれる、焦点が合うから、じゃあ今度置いて、うん、置いて曲げてみますけど、そうそうそう、うん、じゃあこれで下に力加えて曲げてみます、うんうん、あらららら、あーすごい、うん、あ、曲がるね、あーすごいな、あ、ぐねっと曲がるね、曲がりますね、あ、曲がるね、うん、まあやっぱあったかいからね、まあ、うん、あったかいのもあるんですけど、うん、かなりよく、あ、下に置いてくれるか、あるけど、ちょっと待ってください、うん、挟んでるんですよ、うん、はい、じゃあちょっともう一回、うん、ここから下に力加えますよ、うん、ああいいね、こっちはちょっと熱いから、うん、硬いですね、うん、ちょっとこれで下に力加えます、うん、はいはい、うん、割れる？割れない？ああいいね、パキッていかない、いかないですね、うん、もうグニャーって、うん、音もしないね、ええ、うん、あとはこの前言った通り、はい、一番端、端をつまいでさ、じゃあ、うん、今度は端つないで、そうそうそう、うん、あのひねってみます、そうそうそう、一番端、カメラ、カメラ、うん、下に置いてくれる、うん、焦点合う、うん、じゃあこれで端を、うん、にひねり、うん、ひねり、うん、ひねり加えます、うん、端をつまんで、はい、あの破壊、破損、うん、ああ、本当だ、その歯型が残るね、残りますね、やっぱり、うん、こうやって挟むと歯型が残るんで、やっぱ、うん、あ、やっぱ柔らかいんだね、うん、可動性はあるんだね、あります、ちょっと OKOK、 うん、ひねると、うん、うん、おー、はいはいはい、残ってるのね、残ってます、ね、それがね、形がね、うん、ひねっていくと、うん、あ、やっぱ形が残ってるのね、うん、強くつまんでひねると、うん、こうやって破断は、うん、エポキシ層にやって挟んで曲げれば、ええ、普通壊れるから、はい、バキッと、まあ、うん、パキッとはいかないですね、うん、粉々に壊れるから、普通の、まあ、エピメスネタイプだとかそういうので、ええ、だけだと、うん、弾力があるんで、オッケーオッケー、うん、パキッていかないで、ね、グニって壊れます、ね、そうだね、ええ、うん、可動性あるね、オッケー、じゃあ、あのニッパー、はい、うん、同じものでいいよ、じゃあ同じもので、うん、じゃあニッパーで、うん、大丈夫ですか、ゆっくりでいいよ、じゃあ、うん、ゆっくり挟んで、ゆっくりで挟んで力入れて、はい、じゃあこのまま、うん、歯型が、あ、ニッパーの切り込みがどうなるか、はい、うん、じゃあこのまま、うん、かなり、うん、ぐ、あ、音しないもん、音しないですね、うん、普通のプラスチックはパキッと音するから、ええ、パキじゃなくてもう本当にグニャー、歯が入る感じね、うん、グニャーって入って、うん、いいね、切れる感じですね、うん、お、いいね、グニャーって入ってますよ、これ、うん、ちょっと僕にも、はい、見せて、これ、これ、この感じ、やってみた感触だと本当にもう本当にだんだん、うん、あ、これグニャグニャに、グニャグニャに、うん、なってるね、なりますね、うん、これでかなりグニャーっていくんですよ、うん、これでこれで、はい、これでちょっと多めに切り込み入れ、はい、どうぞ、切り込みのとこ掴んでみて、あ、本当だ、バキッという感じじゃなくて、本当にバキじゃないんですよね、うん、歯が入るね、こうやってね、入っていく感じで、あ、これで壊れるね、これで壊れます、うんうんうん、これで入るわね、これでね、入ってきますね、うん、あ、入ってる、入ってる、かなり、うん、あ、これでね、壊れるね、かなり入る、弾力あります、うん、あるね、ええ、だってこの歯入れたとこがさ、はい、あの切れ込みがあるもん、ほら、もうそのまんまそうですね、このところ、はい、これ、指でさ、ええ、こうなると、指にさ突き刺さる感じするよね、うん、します、うん、いいね、硬くても、はい、弾力があって、はい、フレキシビリティの柔らかさが、はい、可動性を
多少キープしてるとね。そうですね、うん、これさ、今壊したもの、はい、実物、はい、送ってやるよ、ね、これ ね, ね、これ何個かあるからさ、はい、うん、じゃあこれで OK と。あ、これが壊れたやつ ね, そうですね。じゃあこれをさ、今のテスト見本でそのまま送ってやると、はい、ね、ちょっと待ってね。これで今のところは画像撮れて OK と、はい、うん、一応ハサミでも切ってみます、うん、ハサミで。でもハサミがダメになっちゃうんじゃない。いや、ダメには。でも、あ、でもハサミも入りますよ、これ。あ、そう。あ、本当だ本当だ。奥の方だと、うん、あ、カメラ大丈夫です、うん、お、かなり入る。ちょっと待って、焦点が合ってない。合ってない、はい。あ、オッケーオッケー、はい、うん、じゃあこの辺で、うん、その辺、うん、切り込み入れますけど、うんうんうん、かなり。あ、いいね。てくれます、ね、うんうん、やっぱでもリッパーよりは軽くないんですけど、うんうん、かなり力入れるだけ入ってくれます、うんうん、やっぱ抵抗力ある感じ、ええ、うん、じゃあ、2つ、もう1個さ、ニッパー の, 破壊、はい、で、そうすれば2つ破損したやつがさ、はい、送れるからさ、じゃあこっちの方で、うん、じゃあ、はい、カメラやってみ て, て、ね、うん、ちょうど OK だね。じゃあその辺で、じゃあ 先端で入れると、うん、一度入れてみて、こんな感じ切れ込みができると。で、うん、奥、今度奥まって、うん、入れて、あ、奥まって入れると割れます。そうね、ええ、うん、これだと1508よりもう少し硬いからさ。そうですね、実際の1508よりは、ええ、うん、いいね。 OKOK、うん、ハサミでも先端で、うん、あ、でもやっぱハサミだと先端だと切れないですね、うん、あ、なるほどね。硬いんで刃がね入んないよね。やっぱニッパーとはちょっと違うもんね。奥まってやると、うん、うん、怪我しないでね。かなり、うん、入ってはくれる。そうだね。OK。じゃあ、それで、終了、はい。はい。ね。はい。じゃあ、悪いけど、形して、はい、サンプル送るやつと、ね、うん、含めて、はい、うん、ちょっと取っといてください。はい、OK と。6670? 6670。うん。取材。取材。で、こちらが、あ、ナチュラルだから色ついてない、色ついてない、うん、やつね、はい、でこれが取材、100対30のこれ約 10g 入りね、約 10g 入りね、天眼の容器で、はい、約 10g 入り、約 10g 入り、ね、で硬化剤がこれで着色してあるやつで、はい、ATB の6670の着色済みのやつね、着色済みです、うん、これは ATB の6670っていうのはナチュラルと着色してある硬化剤ね、はい、でこれを 30g 100対30だから言うと、ものはこういうふうに薄く流さない場合は、まあ、色が透けて見えないけれど、固めたやつはこれがちょっと厚で、はい、うん、で、こちらの方に薄手のものが2種類、はい、薄手の感じ、薄手の感じ、はい、うん、薄手の感じで、これが6670薄手の感じで硬化、はい、した炭のやつね、はい、固めたやつで、もっと薄めのやつっていうのはこの下か、これか、これがもっと薄めのやつ、もっと薄めに伸ばしたやつ、ね、伸ばしたやつね、はい、ビニール袋で伸ばしたやつ、はい、でこれがここの薄手のまあ境界のエンドぐらい、このぐらいの長さで伸ばして固めてますよという感じだよね。で厚手のとこはこちらの方と、ね、いう感じだよね。これが一番薄いぐらい、はい、でこちらの方が少し厚め、まあ、そうですね、でですから多分これ積算で平米 200g っていう積算の平米あたりの塗布量なんだけど、はい、平米、200よりはるかに薄手、はい、多分ね、うん、で塗り伸ばした時は1508だと平米結構発泡体のカネライトだとか、ブルーのあれはなんだっけ、石水のやつはブルーの石柱のやつは普通の何でしょう、発泡体、
発泡スチロールとかさ、カネライト、あカネライトじゃなく、はい、カネライトほらアイボリーじゃん、あ、はい、じゃなくてブルーのやつ、なんだっけ、断熱材のことですね、断熱材なんだっけな、あれそれは結構コンクリートなんかとか、はい、モルタルなんかに使う量と同じで、平米200使っちゃうんだよね、だからカネライトなんかでも、はい、結構ヘビあたりの量食うんだよね、うん、200g だけど鉄なんかとかアルミとか金属の板なんかだと平米あたり 50g いかないぐらいなんだよね、下手すると絞ると平米あたり、うん、2分の1の 50g 25g ぐらいでいっちゃうんだよね、だから多分これそのぐらいの個数、ビニール袋の普通売ってる、使い捨てじゃないゴミ袋なんかは30ミクロンだから、うん、結構積算根拠よりはそれの4分の1とか5分の1で多分済んじゃう、はい、うん、ブルーのやつスタイルフォーム、あスタイルフォーム、うん、スタイルフォームなんかいう、うん、とカネ、カネライト、はいはい、うん、スタイルフォームとカネライトなんかは200なんだけど、コンクリートも200なんだけど、はるかにそれより多分少ないぐらい、はい、これだとコンマ5とかコンの1ミリとかいう厚みなのね、そのぐらいだとそうですね、うん、でじゃあこれで OK と、で取材がさっき言ったこれがナチュラル、はい、うん、色のついてないやつ、はい、で硬化剤がこれ着色済み、着色済み、はい、で、こういう感じね、で厚みが厚くなると本体そのものはこういう感じ、はい、うん、で硬化物が100対30で固めたものがこれ、はい、で、ちょっと厚みがあるやつ、はい、でこれ薄で、うん、で固めてみてやってみて、これを、うん、いちごマラシとは違うけれどこんな感じですよっていうんで切ったり、ニッパーで切ったり、まあ、挟んで投げてみたりとかですね、うん、そうだね、はい、と特にいちごマラシとの比較するっていう意味じゃないんだけど、はい、この ATB の6670はいちごマラチとはまあ違う用途だけど、はい、色はまあ色目はこういう参考にできる色目で、で、この、の硬化物もある程度いちごマラチに近いような特性っていうパターンで、やってみましょうというところだよね、はい、じゃあとりあえず一番薄手のものからハサミで、何分割にしてみて、切ってみると、とりあえずフィルム剥がしてみますね、うん、このまま、うん、そうだね、はい、じゃあフィルム剥がして、はい、剥がしてすんなり剥がれる、あちょっとやっぱ奥の厚めのところが、ね、結構パリっていきますね、はいはいはい、でいいよ、じゃあここから話していきますけど、うん、こんな感じで、あっ OKOK、はい、あこれがそうね、もうはいはいはい、はい、これがじゃあ境界ギリギリまでもう一度線入れてくる、あこれベラベラだね、ベラベラ、まあそこまでがすごくベラベラです、ね、うん、じゃあ悪いけどこれビニール袋もう一度元通りには流せないけど、うん、まあ大体こんな感じです、かけてそれで切ってくれる、うん、そうじゃないともう紙より薄いぐらいだからさ、ちぎれてなくなって、紙どころかセロハンよりももっと薄い、うん、そうだね、ちぎれてなくなっちゃうからさ OK で、それで袋かけたまんま